この時間の広島空港ですが、雲が広がっていますね。今日は時折雨が降るようなところがあって、少し変わりやすいお天気でした。雨が降って、そして湿度もちょっと高かったんですね。ですので蒸し暑く感じた方多かったと思います。最高気温平年に比べると少し高いところが多かったんです。そして週末はさらに気温が上がりやすく、猛暑日のところがまた出てきそうです。気象予報士の岸真由美さんです。よろしくお願いします。残暑というにはちょっと厳しい暑さがまた週末続いてしまいそうですよ。ではまず雨雲レーダーから見ていきましょう。昼過ぎから動かしてみますが、昼前後は西部のあたり、そしてこの時間もあちこち雨雲がかかっていまして、特に今庄原市付近で一部雨足が強まっているようなところもあるんです。今夜にかけてもまだパラッと雨が降るようなところがあったりします。雷注意報も出ていますので、急なお天気の変化気をつけるようにしてください。明日になりますと、やっとこの高気圧が勢力を強めてきますから、次第に晴れ間が戻ってきそうなんです。ただ晴れてくると、やはり入道雲は出やすくなって、夕立のところは午後ありそうですよ。あさってにかけてはさらに高気圧が強まってくるので、太陽の日差しがギラッとしてきそうですね。その分猛暑日のところが続々と出てきそうです。では詳しく見ていきましょう。まず南西部の天気見ていきますと、初め雲が多いんですが、次第に晴れ間が広がってくる見込みです。明日広島市中区の気温35度の予想です。山沿いなどではやはり夕方になりますと、ざっと雨が降るようなところがありそうなんです。雷にも気をつけてください。海や山でね、遊ぶ方もいらっしゃると思いますから、天気の急変気をつけるようにしておきましょう。沿岸部を中心とした6カ所、こちらも日中は晴れたり曇ったりで、今日干せなかった洗濯物を干したりするのにも明日は良さそうです。日中の最高気温は33、4度まで上がってくるでしょう。東部です。こちらも初めは雲が多いんですが、次第に晴れてくるところが多いでしょう。内陸部では午後になってくると少し雲が広がりやすくなってくるでしょう。内陸部ほど気温が高くて、府中市では35度の予想で猛暑日になる見込みです。北部です。北部は南部に比べると少し雲が多いんですが、その雲の間から晴れ間が出るような時間帯もあるでしょう。ただ昼過ぎから夕方にかけてはやはり夕立が降るところがありそうですね。黒い雲が近づいてきたりしたら気をつけるようにしておいてください。時間ごとの気温変化、まず南部ですが、なかなか気温が下がりにくくて、今夜も熱帯夜が続きそうです。日中は今日より気温が上がって、空気がまとわりつくような、そんな暑さになるでしょう。北部です。こちらも朝はですね、今朝と同じぐらいなんですが、日中は蒸し暑く、今日より気温が上がってきます。時間を決めて水分をとって、熱中症対策しっかりとするようにしてください。また明日は熱中症警戒アラートが出てしまいました。油断しないようにしておきましょうね。波と風の予報です。風はそれほど強いところはありません。瀬戸内では50センチぐらいで、海のレジャーにも良さそうですよ。日曜日もよく晴れそうです。気温が上がりやすくて、35度を超えるところが続々と出てきます。あと夕立もね、やはりありそうですから、山沿いを中心に気をつけるようにしてください。10日間予報です。このあと来週にかけても晴れる日が多いんですが、特に明日、来週の前半ですね、前半にかけてはしっかりと日差しが出て、気温が上がりやすく、35度を超えるところがあちこちありそうなんです。水曜日以降は湿った空気が流れ込みやすいので、少し雲が広がりやすくなったり、にわか雨が降るようなところちょっと増えてきそうです。蒸し暑さが続きますから、ちょっと夏のね、疲れがだんだん出てくる頃だと思いますから、無理しないで過ごしてください。以上、天気予報でした。